早いんですけども始めさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。説明者もどうぞ上着を脱いでいただいてお願いいたします。それでは4コマ目、健康寿命延伸産業創出推進事業のセッションに移りたいと思います。まず商務情報政策局ヘルスケア産業課より事業の概要をご説明させていただきます。説明時間は5分程度でお願いします。はい、ありがとうございます。ヘルスケア産業課長の江崎でございます。どうぞよろしくお願いします。それではお手元に資料が3つあるかと思いますが、2ページ目から始まりますパワーポイント、そしてレビューシュートをですね、参考にしながらご説明させていただきます。まずパワーポイントの方をお受けいただきますでしょうか。3ページ目になりますね、開けていただいて、まずコンセプトでございますけれども、図の方にありますようにですね、現在、医療関係、そして介護関係の予算というのは非常に人生の最後、青いグラフのようにですね、三角に跳ねるように使ってありますが、可能であるならばこれをもっと有効に使うことによってですね、医療費の適正化と、そして健康寿命の延伸と、さらには新産業の創出につなげるというコンセプトでございます。3ページ目、右側の図にありますように、今現在、黄色い、円図台にありますように、公的保険、介護保険が中心なんですけれども、なかなか地域包括やこれだけで支えることは非常に難しいということで、赤い分にあります公的保険外のところでですね、これを支えることはできないかという問題でございます。次にその下の4ページ目でございますけれども、こうした取り組みを行うにあたって2つの大きな視点に分けております。まずは左側の図の方をご覧ください。需要面、健康の需要というのはですね、できるだけ早い段階から健康の大切さに気づいていただくと、そして気づいた後、健康管理しやすい環境を整えるということがまず一つですね。その上で右側の供給面でございますけれども、健康を維持管理しようとするときに役立つサービス、こうしたものがですね、まだまだ不十分ということで、これを規制すると。特に高齢者になってからですね、健康維持するための、サービスが少ないと。この国は制度は非常にしっかりしておりますが、病気になったら医者に行けばいいというのがですね、基本ですけど、そうでないところにですね、産業を起こすことによって、この図一番下にありますように、健康寿命の延伸、新作業の創出、そしてあるべき医療介護の実現と、これを生涯現役社会ということでですね、最後まで社会につながり続ける環境を作ろうではないかというものでございます。1枚目くっていただきまして、ご審議いただきます本事業の中身でございますけれども、今申し上げました目的に沿いまして、青い丸の2つ目のところでございますけれども、2つに大きく分けております。今申し上げました基盤整備ということでですね、委託事業の中で、事業関係を整えると、そして、丸にありますようにですね、その上で具体的なモデルとなる事業をですね、創出をしていくというものでございます。3つ目の丸がそのように、社会基盤ですね、意識づけ、動機づけ、そうしたものも含めた環境基盤でございます。その上で、3つ目から4つ目の青丸にありますようにですね、具体的に事業創出をすると、考え方は5つ目の青丸にありますように、5つの分野に、イメージしております。右側の図をご覧いただきますとですね、現役世代の頃からの健康づくり対策、そしてセカンドライフに向けたですね、意識改革とその支援、そしてフレイル、虚弱ですね、にならないように、応援をし、生活支援をしながら、そして最後まで心置き残りなく生き切るということをですね、つないでいくようなサービスを創出したいというものでございます。で、その下6ページ目でございますけれども、実際に今申し上げましたですね、環境整備ということで健康投資ということですね、取り組みやすい環境、この中で健康経営というもので、これまではですね、健康と経営というのはどちらかというと対立概念であると言われることが多くてですね、どうしても健康は社員が自らやるべきものであってですね、経営はまさに利益ということだったんですが、そうしますとですね、社員はどうしても仕事を優先してしまうということによってですね、健康管理しにくいと。したがって経営者層の方にですね、健康を管理することが企業価値の向上につながるんだということを分かっていただくという大きな環境整備の取り組みでございます。それから青い方でございますけれども、実際にはですね、モデル事業だけ単発にやっても広がらないということはこれまでもいろいろありましたので、まずは真ん中の仕組みとしましてですね、広がるための取り組み、自治体とかですね、関係者、医療関係者も含めて、それを支える基盤をまず作っていくんだということですね。その上で、下の段、制度、グレーゾーンとありますが、やはりどうしても健康医療関係はですね、法律との関係の整理が必要になると。そういったものを踏まえまして、右側の予算ということで、実際のですね、ヘルスケアビジネスの創出を行うためのですね、モデル業を創出をすると。さらにこうした予算がいつまでも続くわけではありませんので、真ん中一番下にありますように、民間資金を活用してですね、これを、押していくと、
すなわち収益性が高くなくてもですね、回る環境を整えると、こうしたことでですね、事業を進めたいというふうに思っているものでございます。で、具体的にですね、次のページ、7ページ目から簡単にご紹介しますが、今申し上げました健康経営、特に健康とですね、経営というのは対立しない、ということからですね、経営者の方々にこの取り組みを進めていくための、健康経営銘柄という取り組みを3年前から始めました。で、大変好評でございまして、特に従業員の方というかですね、学生さん、どういうふうに会社を選ぶのかという中でですね、ホワイト企業のシンボルというふうになっておりますが、大変反響が大きかったものですが、今年からその隣のですね、銘柄上場企業なんですけども、非上場企業、そして中小企業にも対象としたですね、健康経営医療法人制度というのを立ち上げました。これもおかげさまで非常にいい反響をいただいて、写真にありますようにも満杯という状況でございますし、特に7ページ目の下の段にありますように、ただ中小企業の場合はですね、何をしていいのかわからないということと、やはり相談する相手が欲しいということでもありましたので、ハンドブックを作ってですね、ノウハウを提供する。こうしたものでは異例のですね、増刷に次ぐ増刷4万部を配布しておりますし、今年のバージョンを今準備しております。そしてアドバイザーとしてですね、経営が分かる人に健康、健康が分かる人に経営をということでですね、このコンセプトで育成をし、現在約7200名が登録されているところでございます。で、8ページ目でございますが、こうしたものがですね、ただの運動論ではなくてですね、実際にこうした取り組みが、従業員の健康を高めているのかということ、そして、さらに経営者としてはですね、パフォーマンス、業績につながっているのかということを検証するというのも、この取り組みにございます。8ページ目の左の方にありますように、青い点で囲ったところとですね、そして赤い点ですね、どうしてもこうしたものは景気の変動とかですね、要素を受けやすいので、ある程度期間が経ってからこれを検証するという取り組みでございますが、今回3年経ったところでですね、上の健康の方をチェックをいたしました。で、8ページ目の右側にありますように、おかげさまで、統計有意的にですね、明らかに健康系やってる、企業の従業員の方がですね、健康度が高いという数字が出ました。で、今年からですね、その赤い点でありますように、じゃあ業績はどうなのかというところについての検証を進めたいというふうに思っております。で、次のページでございますが、今度はですね、事業を広げるための取り組みでございます。どうしてもですね、単発のモデルで済んでしまうというのが多いところでございますので、まずは地域の関係者、特に医療介護関係者の方々、自治体、アカデミア、そして民間事業者が集まった協議会を開くと。で、今回の予算はですね、こうした協議会が関連しているものしか採択しないということでございますし、こういった協議会自体のですね、成功事例の共有ということで、広げる取り組みをしているものでございます。で、10ページ目でございますが、そうした環境下でですね、実際の事業でございますけれども、ここで2つご紹介をさせていただいておりますが、特にですね、地域の医師会が中心となりながらですね、地域の資源を活用して、食にこだわるお店をですね、お医者さんがですね、かかりつけ医として広げ、そして地域のですね、企業の食堂なんかでも広げるということ。そして右側はですね、お医者様が、体験型の健康教室を開いてですね、事務や企業、学校などと接点を持ちながら普及するというものでございます。これは一例でございまして、もう一つ、そのレビューシートのですね、22ページ目をご覧いただけますでしょうか。ちょっと細かい表になりますけど、22ページ目のですね、C という欄に、今回ですね、10件、これをですね、採択をいたしましたが、この中で今申し上げたのがですね、22ページ目の C という項目にある10件の中の7番と10番というものでございます。これは上限3000万でですね、公募し、実際に事業を進めていただくという形で取り組んでいるものでございます。もう一度、パワーポイントに目を移していただきまして、次の11ページ目でございますが、本事業、平成26年からやってまいりまして、48法人を対象に、事業を行っております。その結果でございますが、事業化済みと、予算が終わっても事業を継続しては21、そして今準備中は17と、そしてその他、事業終了、残念ですが事業終了の場合はですね、生徒との関係でやや事業化は難しいということで一旦、引いたというものでございます。11ページ目ありますので、その中でも、実際にですね、お年寄りの方々、空いている地域の民間資源を活用してですね、認知症予防ということで非常に評価がされまして、これ市町村のですね、総合計画に組み込まれたことによりまして、実際に市町村、それから事業者の、費用によってですね、黒字化してですね、回っているというものでございます。で、次に12ページ目でございますけれども、本事業のですね、成果目標、活動指標ということでございますが、もともとは閣議決定されましたですね、こうした事業の市場規模、2020年までに10兆円ということがですね、目標になっております。
でこれまで26年、27年とですね、まあ、実際に、成果実績ということでですね、お示ししておりますけれども、大体8割強、まあ、9割弱なんですけれども、ここをですね、伸ばしていくためにこうした事業をすると。ただ、モデル事業がですね、即こうしたものとですね、関連性の計算って非常に難しいことになりますので、まずは今回、荷物にありますように、運動論としてのですね、まあ、指標を作り、これにモデルケースを加えていくということで、進めたいというふうに思っております。ちなみに新たな活動指標といたしましては、今申し上げました健康経営ですね、業界としての意識が高まるということで、まずは3分の1、30% 超ということのですね、業種数、これ全体で33業種ありますけれども、この中にですね、10まで増やしていこうというもの、そして健康経営優良法人、今はホワイト企業の代表ということで、非常に人気を博しておりますが、これを2017年310ということによってですね、まあ、広げていく、まあ、勢いをつけたいというふうに思っております。その上で、実際にですね、こうした支援によってですね、新たな事業を10社ということを今回目標にしているものでございます。で、散歩津川さんの執行状況で9割強ということを執行して進めているものでございます。で最後に、13ページ目でちょっとご紹介でございますけれども、そうしたですね、予算が終わった後に民間の資金をですね、うまく活用してということが、ソーシャルインパクトボンドというものですね、有給のお金をうまく使うことによってですね、まあ、自治体がプラスアルファでですね、予算をしなくても、そして事業がうまくいかなかったときのリスクもですね、シェアしてもらえると、まあ、社会に価値のある取り組みにお金を使うという取り組み、この準備をしております。でそれから横展開の人の例でリビングラボというのがございます。これは本事業でですね、平成20年7年にやりました松本市、お年寄りの方々にですね、新たな商品設計とかですね、商品評価に参加していただくと、まさにお年寄りのマーケットをですね、お年寄りの方に評価していただくという取り組みでございますが、おかげさまで評価されまして、今回予算と関係なくですね、神奈川県鎌倉市、大阪市等でですね、このリビングラボが今広がっていると。これも全国大会でご紹介した結果として広がっているというものでございます。あとは最後のページ、参考資料で、これは政府全体のですね、アクションプランの中に位置づけているものとしてですね、進めているというもので、ございます。駆け足になりましても、私からは以上でございます。ご審議よろしくお願いします。本事業の論点をご説明申し上げます。本事業に関しましては、1、支援対象は適切か。2、客観的な中間評価、事業評価がなされているか。3、実証成果が横展開できているかという3つの論点を中心にご議論いただきたいと思います。上村委員、お願いします。ご説明ありがとうございます。アウトカムが健康寿命延伸産業の市場規模になっているわけですけれども、その定義が、まあ、分かりにくいと思います。で、高齢化が進展しているので、この事業がなくてもですね、まあ、定義によっては健康寿命延伸産業っていうのは伸びていく、市場規模が伸びていくような、まあ、部分もあるのではないかと思っているわけですけれども、この事業によって市場規模がどこまで広がっているのかということを、まあ、どこまで把握できているのかということについて1点。で、もう1点はですね、実証事業があるわけですけれども、この実証事業の横展開が、非常に大切だと思っています。その横展開ができているかどうかについて、まあ、どこまで実態を把握されていて、まあ、どのように測定されているのかについてお聞きしたいと思います。見てください。はい、ありがとうございます。まずご指摘のですね、第1点目でございます。閣議決定されました10兆円という市場規模でございますが、委員ご指摘のとおりですね、まあ、高齢化に伴って拡大する部分はございます。で、ざっくりこれ試算をした時のですね、考え方でございますけれども、まあ、健康に対してですね、国民の意識が高まる中で、まずはその検診を受けるというですね、まあ、要するにその病院に行かなければいけないというよりもっと簡易に、まあ、そうしたですね、検診を受けるサービス、それからそれに対してアドバイスをするようなですね、まあ、栄養管理とかですね、そういった、まあ、医療の手前ですね、そうしたものがあるだろうというのが一つ。でそれに加えてですね、それで食べるというですね、まあ、健康食品、今大変人気が出ておりますけど、こういったものですね、こうした部分が一つ。あとは運動でございます。まあ、いわゆるフィットネスのようなですね、まあ、もともと健康が好きな人がやっているところではなくてですね、実際に高齢化に伴って増えてくる部分、これを加速したいということでですね、まあ、その一部をですね、取り出すと。あとはまあその他ということでですね、まあ、健康に関するいろんなその機器だとかですね、そうしたものをまあ試算をして、まあ、もちろんこれ推計でございますので、まあ、そうした方向に伸びるだろうと。まあ、その考え方のもとにですね、これに資するようなモデル事業を作りたいということで、先ほどご説明いたしましたようなですね、事業をやっております。
ただ委員ご指摘の通り、これは直接この事業をやっていくらだからどうなったというところは非常に分かりにくいところがございますので、従いましてこの2つ目のご質問の方にありますようにですね、そうしたモデルをできるだけ広く普及することによって大きな流れにですね、追い風を吹かせたいというものでございます。で、先ほどご説明しましたようにですね、今回の事業は地域における自治体や事業者、そして医療機関とが参加した、地域版、ヘルスケア産業協議会が、応援しているものに限っております。これはまさにですね、ここで、取り組まれた事業はですね、やはり自治体で、先ほどの例にありますようにですね、即、利用していくような環境をまず取れていない一つです。で、そこで利用できたものがですね、今申し上げた全国大会というような形でですね、この実際の協議会の中で成果の報告会をやっております。で、先ほどリビングラボのようにすでに4つ、これは実はこの協議会を超えてなんですけども、自治体の方で採用されたものがございます。で、こうしたものをですね、まずは協議会を通じて我々は把握しておりますし、あとは自治体等との連携の中でですね、こうしてまずは私どもその参考例を、提供し使っていただいたところからの報告を得ると、そんな形で、把握しているものでございます。ありがとうございます。2点目のところは、そういう意味では横展開の、実態把握だと思うんですけれども、その点について把握できるものであればですね、アウトカムとしてやはりレビューシートに書いていただくのが必要かなと思いました。山井、お願いします。本事業なんですが、事業終了予定年度は平成31年度で、2つ柱があって、何でしたっけ、基盤整備と創出でしたっけ、いずれもこれは一応31年度までには目安をつけて、そこで国の役割は終わるという前提と考えてよろしいですか。はい、ありがとうございます。基本的にですね、私どもの事業は、3年を1つのサイクルとしてですね、予算全体の、手続きでなっているものがございます。で、この事業ですね、今年度から4年目というのを、先ほど申し上げた26年から始めているものがございます。この時は全て委託という形でですね、まさに手探りの段階で始まったものがございまして、で、これから3年間31年度までにはですね、特に公募事業の方が、補助率を入れるという形でですね、見直しを行いました。したがいまして、これからですね、3年やっていく中で、実際にその補助率が入ったことに対するいろんな意見、批判なんかはありましたけれども、実際先ほど申し上げたような黒字もができたものもあるようですので、でこれでまずやってみると。で、この中でですね、この事業としての一応終了年度31年までやったとしてですね、今後また政府の目標その他でですね、見直しを図っていくと。で、その場合はですね、補助率、今回3分の2でございますけれども、今後補助率の引き下げだとかですね、あともう一つ、これ直接のご質問ではありませんけれども、実際にもう一つ基盤整備の方ですね、特に健康経営というもの、非常に今、勢いがついておりますが、一部ですね、これ、売り手市場であるという、ある意味追い風がある部分がございます。で、こうした運動論がですね、定着するかどうかといったその景気、変動の中で耐えられるというのがあろうかと思いますので、まずは予算としては31年で一旦その区切ってですね、評価をし、次やるかどうかということをですね、考えていくという、そのベースとしてはですね、そういった状況を見ながら考えていきたいと思います。ですね、要はなぜにそういうことをお聞きしたかというと、一つはその、基盤の方でいくと、例えば健康系銘柄、これ26年に創設して30年になれば、5年も経つと、そうすれば、今非常に、評判がいいという話で、それが定着すればそれ以上に、あえて国の方で手を出さなくてもいいでしょうと。あとはそのもう一個の創出の方にしても、基本的にはやっぱりその地域がベースになってて、今の事業で横展開されて、いろんなこうアイデアとかですね、ノウハウスキルが共有されれば、もうそこからはそれぞれの地域に任せてしまってもいいんじゃないのかと、そういうような展望を持ってやっていけば、もうあと今年は29年30年31年ということであれば十分そこまでには終わるはずだろうと思いますし、逆にそこまでに終わらせる展望で進めていかないといけないんじゃないかなというふうに思いますので、そのような方向で、していただければというふうに思います。他に委員の皆様、梶原委員お願いいたします。先週に引き続きよろしくお願いします。これまでの成果として事業化ということでどこですかね、
11ページに、表が出てるんですけども、やはりちょっとその前回もお話しされたんですけども、これは例えばその例えば採用がもともと48件とか50件という目標があって採用して、でそれによってそれに対してどのくらいの事業化が見込めて、こうなったのかっていうところがちょっとやっぱり 見えない部分があって、で、まあ要するにこれがもともと予測範囲だったのか、いい反響だったのか、予想以下だったのかっていうのがちょっとその分からないですね。でそれについてまずちょっと教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。非常に重要なご指摘でですね、まあ、実は第三者委員会を使ってですね、こういったものを審査していただきます。で私も全部参加しておりましてですね、その、まあ、ただ実際私一番最初の方が着任前だったんですけども、その頃からのですね、まあ、反省から申し上げると、まずはやはり採択するときには需要ができるだろうということで採択をいたしました。でこの中でですね、着任当初の一つの反省はですね、事業数、実はレビュー指導にありますように27年が非常に多くございました。この時いきなり21件になっていましてですね、でこの時は実は非常に、まあ、拮抗した申請が多かったということもありまして、まあ、特に委託ということもありましてですね、まずはいろいろたくさんやってみようよということで採択したいと伺っております。ただ、まあ、残念なことと言っても変ですけど、その結果何が起きたかというと、やっぱり事業計画の見直しをかなり迫ってですね、委員の方からのご指摘を踏まえてですね、そうすると当初やはりその自治体なんかでやったこういう、まあ、組み合わせでやろうとしたものをですね、半分にしてくださいみたいなのがあって、それはダメだろうということで、まあ、翌年からですね、そのとにかく数を稼ぐものではなくて、できる限りやはり申請されたもので、でその審査の結果としてはですね、その、まあ、地域の、まあ、取り組みを尊重しようということで、今回、まあ、10件、12件になりました。まあ、そのものも含めて全部この今の実施結果になっておるんですけども、まあ、どちらかというとですね、やはりその事業化済みのというところは、当初の予定が、まあ、実際に実証できて、そのまま続いているというのは、まあ、正直あるところでございます。であとはその事業終了、先ほど少しちらっと申し上げましたけども、これも非常にいい取り組みだったんですけども、実際に地域の方々がですね、あんまり個別の事業者の名前がちょっと言いにくいんですけども、方に仕事をしていただくことによってですね、まあ、認証対策があったんですが、実際これ制度の関係でですね、その仕事をする中で最低賃金法との関係とかですね、まあ、それを実際にその、まあ、ご老中にお問い合わせしたところですね、その金額ではどうかということで事業を上げろと言われて、でじゃあそれ回らないねということで一旦引き下がったと。まあ、そうしたいろいろ試行錯誤のもとにやっているものでございます。そこからするとですね、ご質問に戻りますけども、当初どれくらい成功すると思ったのかで、一応全部成功させたいと思ってやるんですけども、いろいろそう試行錯誤の中でですね、まあ、おかげさまでまだ4分の3はですね、事業継続、特に20つのところはですね、予算がなくなっても続いているというものでございますので、そういう意味ではかなり成功しているのではないかというふうに思っています。それを踏まえた上で の今後 その算定基準と、あとそのこれに対しての補助率を入れるという、まあ、ことになっているでしょうかということで、はい、おっしゃる通りでですね、まあ、実際その補助率の場合はそんなに柔軟性がないものですから、どちらかというと中小企業に適用する、まあ、3分の2からと、これも予算当局との折衝の中で決まっているところなんですけど、むしろここから先ですね、まあ、おかげさまで黒字ができたものもありますので、場合によっては、まあ、今後の見直しの中でですね、補助率を引き下げるという議論があろうかなというふうに思っています。梶川にお願いいたします。新事業創出に関する取り組みで、地域におけるヘルスケアビジネスの実証というご自身、なかなかどういう事業規模かというのをお尋ねするのはなかなか難しいお答えにはなってしまうと思うんですけれども、まあステークホルダーがそれぞれ参加されて、まあ、協議会自身の事業としてはそんなに大きくない話なのかもしれませんが、まあ、これ地域の包括事業括ケアなどと含めて、まあ、医療クラスター的なところもあって、こうその全体参加者のこういう件、まさに1ページ目のある、まあ、公的医療も含めてですね、公的保険の領域も含めて、要は、まあ、まさに健康寿命延伸
産業という括りの中で、なんかどのぐらいのこう規模感をですね、各地に持ってってもらいたいかという、その辺の思いも含めて、ちょっとお聞きできればなという気はしたんですけれども。はい、ありがとうございます。実は私も以前自治体におりましてですね、これ非常に自治体の方からすると非常に悩ましいところがありまして、地域包括ケアシステム自治体考えてと言われましてもですね、どちらかというと公的保険の中だけでやってきたっていうのが正直なところでございましたので、しかもですね、今回ご審議いただいてますように、じゃあ保険外のサービスあるのかっていうと、ほとんどないっていうのがですね、正直なところでございました。従いましてですね、ただありがたいのは今回の地域版ヘルスケア協議会はですね、別に予算出してるわけではなくてですね、地域の方々が自ら集まっていただいて、九州その他ではですね、自ら会費を取ってですね、この組織を作っていただいております。でただそれもですね、最初は事業者が中心だったんですけども、特に一昨年あたりからですね、私どもの働きかけ、それから日本医師会のご協力をいただきましてですね、医療関係者とつながろうと、結構大事なところでですね、まさに自治体によりますとですね、地元の特産のこういう野菜があるからこれで健康できませんか終わりっていうのが、大体どこもあってですね、でそれだけだと、一瞬にぎわすにはなるんですけど息の長い事業になりにくいかなと。で従って特にそこにお医者様が絡んでいただくことによってですね、これを継続的にもちろん食べればいいってことはありませんから、こういう運動と一緒にやったらいいよねっていうことがですね、環境、これはまず大事かなと思っております。でそうすると先ほどのですね、九州の例でありますように、実際にこの事業いいなということで、自治体の総合計画に書いていただくと。でそうするとですね、各事業者がですね、じゃあ使おうかという形になりますし、まだこれで市場規模いくらというまで弾けておりませんけど、大変ありがたいのはですね、政府全体の取り組みとして厚生労働省さんが中心になってですね、公的保険外サービスのガイドブックを作っていただきました。これ今までもうない画期的なことなんですけども、これ実は本ではなくてですね、ダウンロード型で200数十ページの非常に分厚いものなんですけど、実は10万アクセスを超えておりましてですね、あとは私どもこの予算でやらせていただきましたけど、やっぱりケアマネージャーの方々がですね、そうしたものを紹介しますかということに対してですね、おかげさまで半分ぐらいの方がやっぱり意識はありますと。ただ実際にですね、値段その他でちょっと迷ってますっていうことが出るようにですね、今まではケアマネージャーの方はどちらかというと公的保険内でサービスを組むというのが基本だったんですけど、ちょっとそれが変わってきたなという実感があります。したがいまして、規模としてはですね、もともとの逆算するとまさに地域包括ケアがですね、成り立つぐらいの産業規模を各地域に作んなきゃいけないんですけども、それは地域の資源を生かしたものがベースであるということなんですけども、やり方は共通部分結構あろうかということで、こうした方の取り組みをやってですね、まさに地域版協議会の全国大会の中でですね、使える人はまず使ってくださいという形になっております。したがって直接の答えはできませんけれども、そうしたですね、地域として必要なサービスを充実させる中でですね、この黄色と赤で、あるいは包括ケア全体を支えられるといいかなというふうに思っています。はい、それではそろそろコメントシートへの記載を始めていただきますようお願いいたします。上村委員お願いします。今の話すごく重要だなと思っているんですけど、パワーポイントの資料の14ページに次世代ヘルスケア産業協議会のアクションプラン2016っていう、これ多分全体像みたいな話が書かれてるんですけど、今自治体のその、総合計画をですね、入れたいという形なんですけど、総合計画を毎年作ってるわけじゃないので、やはりタイミングを 見計らってやらないといけないし、あとやはりどの地域にするのかっていう選定も非常に大事です。かつここで見る限り大学の役割っていうのが非常に私は大事だと思ってるんですが、その大学の役割がここに入ってないです。なのでやはりこの設計をですね、やはりきっちりこの、健康の寿命延伸産業ですか、その産業が大事だと思うんだったら、やはりどの地域で、大学を巻き込んで自治体を巻き込んでやるのかというですね、もうちょっと戦略をきっちり練るっていうことが今後非常に大事になってくるのかなという印象を持ちました。でこれはちょっと感想ですけど、でもう一つはやはりレビンシートをですね、改善するためにはこの健康寿命延伸産業の概念が非常に分かりにくいというのがですね、この事業の、ちょっとネックになっているかなと思います。なのでできればレビンシートのですね、欄にですね、根拠として用いた統計データ名出典という、欄がありますので、そこにですね、できればデータの例示をしていただきたい。例えば先ほど検診とかアドバイスとか食品、健康食品とかいう
例示をしていただいたので、そういうものをですね、書いていただくと、まあ、これ国民向けにレビューシートを公開してますので、まあ、国民にとって分かりやすくなるのかなというふうに思いました。コメントです。はい、大変重要なご指摘ありがとうございます。まずはですね、アカデミアの方々の参加、我々も非常に大事だと思っておりまして、実際の地域版協議会の中にはですね、大学の方も入っていただいています。ただ、今ご指摘いただいた14ページ目はですね、これ国全体のアクションプランで毎年見直しております。で、この中でですね、やはりその教育というのはこれから非常に重要になってきておりますし、まあ、あんまり先取りしてはいけませんけど、今回2017を取りまとめていただいたんですが、すでにその議論の中で、やはりその街づくりだとかですね、その教育だという議論が出ておりますので、今後より具体的にですね、そうしたものを取りまとめていきますとともにですね、実際に役割、何を果たしているのかというとあたりもですね、考えていきたいというふうに思っております。で、それから2つ目のデータにつきましてはですね、今例示で申し上げましたようにですね、私ども計算を何か言いませんので、これは確認したいと思います。ありがとうございます。山谷委員、お願いいたします。今のご質問と関連するところなんですが、健康延伸産業を作って、まあ、よくしようという、まあ、これは非常に分かりやすくて、しかも大事なことだと思うんですが、お話をずっと伺っていると、まあ、例えば自治体 の、 その総合計画に入れてもらうとか、地域の医師会にお願いするとか、まあ、そういういろんなところでお願いベースのところが多いわけですよね。そうなると、それをこの事業を経済産業省としてずっとこうモニターしてコントロールして、成果が出ない場合はどうするかとか、まあ、そういったお金をこう増やしたり減らしたり、まあ、いろんなこのコントロール手法あるいはモニター手法っていうのは絶対に必要だと思うんですが、でこれなぜその今質問してるかというと、担当の方が常に変わりますよね、何年かすると。そうすると新しく来た人たちが前任者が置いていった紙見てですね、こうやってやってんだなと、じゃあこの通りやるんだろうと思うんですが、なかなかこれが継続性が欠けたりする可能性があってですね、したがってそのコントロール手法とかモニター手法というのはすごく大事なんだと思うんですけれども、今現在それをこうきちんとこうグリップできるこうものなんかイメージされているでしょうか。ありがとうございます。非常に重要なご指摘で、むしろ時々は 私どもはですね、いい政策を、まあ、簡単にやめすぎるというご批判を言うことがありましてですね、まあ、今回実はお手元の資料一番最後のページにありますように、この取り組みはですね、政府官邸の取り組みとして行っております。したがって先ほど申し上げましたように、毎年このアクションプラン201617という形でですね、取りまとめる中で、これは過去の1年間の成果を全部報告しております。従いましてですね、単に担当者が変わったらというよりはですね、この各プログラムについて個々に全部どうなりましたかって報告した上で次のという取りまとめるというプロセスが入っておりますので、これに関しては政府全体で追っかける仕組みになっております。はい、梶原委員、お願いいたします。先ほどのちょっと続きの質問というかですね、11ページですか、はい、やっぱりその委託事業なり、その補助事業なりですね、まあ、これをこう、まあ、今後、まあ、広く広めていく上で、ちょっと今日のちょっといただいた、まあ、先週からですね、資料の中でちょっとよくわからなかったのが、やっぱりこの過去に3年間で、まあ、事業やられて、この実施化済みとしたものに関しての、要するにどういった事業が成功して、やっぱりこれ最終的には産業創出なので、その要するにどのくらいのビジネスがこう見えてきているのかっていうのが まあ、ある程度把握をして、それによって今後やっぱりある程度そのビジネスというふうに考えるであれば、やっぱりビジネスになる部分をやっぱり集中していくっていう方向性もやっぱりつけていかないといけないんではないかなと。まあ、産業創出、要するにその広く健康を維持することが大事だよって広める分にはこれでいいのかもしれませんが、やっぱりビジネス創出っていうことであれば、まあ、今まで出た知見を含めてこういう方向性というのが一つは大きなビジネスになりますよっていうのは今後出していく必要であるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとコメント待って。はい、ありがとうございます。非常に重要な視点でですね、私ども経済産業省でございますから、まずビジネスとして成功するっていうのはですね、まあ低いレベルでいうと、まずは継続しているということが一つで、まあ、願うかは当たり前ですが、普及するために黒字になるということが二つ目のハードルになります。
ただこの分野はですね、黎明期でありますので、いきなり大きく儲けるというよりはですね、割と手間暇かかるものが多いので、したがってですね、こういうふうに国の予算を入れながらまずは応援するともあります。実は今回はですね、特にこういった公募の方に焦点を当たっておりますけれども、これと同時にですね、先ほどの全国大会の中でですね、お金は入れてないんですけれども、実際にこういう非常に面白い取り組みがあるんだよというのも紹介しております。これはビジネスコンテストといいましてですね、どちらかというとそういった協議会でやってみんなで地域のものを利用するというよりは、むしろ技術が中心でですね、これは非常に人気のあるというかですね、実際に IT の技術なんかを使いながらですね、今回ご紹介したのは、実は認知症の方が失禁しそうになったときにですね、失禁が怖くて外出できない方のために、膀胱の前にですね、パッドを貼るとですね、スマホに、あと膀胱の状態で2時間歩けますよって男性の方が外に出るようになったとかですね、その前はやっぱりどうしても遠隔でいろんな情報を知りたいんだけれども、そうなかなか行けない。もちろん医師法との関係ありますから、そのいきなり遠隔ではないんですけども、それ最初にお医者さんが見ていただいた後に、お医者さんの場合はその目の前に来てくれないとわからないってあるんですけど、その間をつなぐようなものとしてですね、これは実は紹介した翌日にはですね、おかげさまでたまたま株式を公開した会社だったもんですから、株式ストップ高になったりとかですね、もうすでに海外に引き合いになったりとか、あとはこれ実は私どもではないんですけども、そういった健康に関するビジネスについてのコンテストがいくつか広がってます。そういうのをですね、むしろ紹介する取り組みをやっていましてですね、いずれにしてもそのブレイクしていくのもそうですし、ただ今回この予算を使わせていただいているのは、どちらかというとやっぱ地域に根ざしたものでですね、資源を活用したという、ちょっとその、ハードルを上げているのか下げているのか分かりませんけど、そうしたものを使って横展開しやすいものを探してくださいという形でやってます。総合的にですね、やはりそのビジネスとして広がっていかないといけませんし、もう一つの目標でありますように、こういった分野のですね、産業として起きてほしいというのは我々の思いがありますので、できればそうしたその応援しなくてもこういったものがありますし、ギリギリその採算ギリギリだけども、やっぱりこういうサービスいるよねと。それは先ほど申し上げました、その SIB のようなですね、やはりそのリスクを負ってくれるけども、ブレイクしなくてもいいよというところにお金が出せるような、そうしたものも合わせて応援していると、そんな状況でございます。コメントシートを書き、終えられた委員の方は、事務局にお渡しくださいますようお願いいたします。それでは、他の委員もお願いします。はい、いろいろご説明ありがとうございます。これがビジネスとして成り立つかというのは非常に重要なことだというのも分かるんですけど、健康の数値がどれだけ増加したかと、その取り方も非常に難しいと思うんですね。それとそのいろんな例を見ますと、やはりおそらくその健康維持するためにはこうしなくちゃってある程度のそのなんていうんですかね、メニューっていうのは定型化してると思うんですけども、その中からやはりそのこの地区ではこういうことをやろうとかっていうのが結構その特殊な形で出てるようにも、この2つの実例を見ると思うんですけども、そういう中でやはりその産業として成り立つかっていうのは、そのおそらく評価の仕方がある程度またできるけれども、本来的な目的の一つである健康の増進にはどれほどっていうことについては、どういうふうに評価をするのか、評価することを考えておられるのか、あるいは評価をするとしたらどういうことを考えておられるか教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。先ほどのですね、資料の中で一部ちょっとご示したものがございますので、それを踏まえてご説明させていただきますけれども、パワーポイントの8ページ目でございます。で、今委員ご指摘あったですね、実は健康に対する評価2つあると思っておりまして、まずはですね、今現在健康である人がですね、どれくらい健康維持できるかというもの、特に今8ページ目でご説明しておりますのはですね、残念ながらこの国はどちらかというとですね、健康な頃はあまり健康管理しなくてですね、年を取ってから悪くなるみたいな議論が多かったんですけど、まずはやはり若い頃から健康を維持することを見せるようにしたいということで、今回8ページ目にありますようにですね、健康経営に取り組んでいる企業さんとそうでない企業さんで、実際に従業員のですね、もちろん医療費という一つの支障はありますけど、それよりもメタボの度合いだとかですね、血糖のリスクだとかですね、脂質異常とか高血圧について評価をして、これは明確に、統計的な差が出ておりますので、こうしたですね、いわゆる若い頃のですね、評価で、これを実はこの健診ビジネスとかですね、それに広げるような形で今進めているものがございます。で、あともう一つ自治体の方はですね、もっと悩ましいのは認知症の方々が悪化しないっていうのはですね、これ結構重要なもんで、もちろんその改善すればいいんですが、なかなかそういうわけにいかないですから、で、先ほどのその黒字になった事業がそうであるようにですね、地域にあるその空いている旅館だとか温泉だとかいう施設を利用して、軽度認知症の方々にですね、働いていただく、ないしは作業をしていただくことによって、悪化させないことによってですね、実は自治体の負担というのは非常に大きく軽減すると言われております。で、そうしたものをですね、これはもうまさに自治体の方の、まさに検査というかですね、進行度合いの方で測れるものがございます。なので、今回その計画に入れていただけたのはですね、
まあ、私も自治体行った時もですね、まあ、社保者増える一方で一定の計算値で増えるということになってるんですけど、それに対してなんでこれがその一定の計算になっちゃうのっていうのは私もずっと思ってたもんですから、それに歯止めがかかるような取り組みであるならばですね、非常に意味あります。これは逆に自治体の方で数値把握できるというものでございます。あ、山谷委員お願いいたします。今9ページ目のパワーポイントのですね、資料を見ててちょっと感じたんですが、こういうのはやっぱり地域特性みたいのがあって、この事業に向いてる地域っていうのはあるんでしょうか。はい、実はですね、お気づきの通りですね、この地域版協議会はサイズは通っていません。まずやる気のあるところを始めてくださいということでですね、市でもいい、市町村単位でもいいし、県でもいいし、場合によってはですね、大きなブロックでもいいですと。でこれはまさにご質問の通りでありまして、そのサイズに応じたビジネスのサイズがやっぱり出てきます。やはり大きければ大きいほどですね、やっぱりその大きく広がるようなビジネスの形ができますし、小さければ小さいほどですね、やっぱり地域の特産だとかですね、場合によっては先ほどのうちはこれだけ空き店舗とか温泉ありますとかですね、まあ、ただ実際私の経験からするとあんまり小さくするとですね、うちのこの野菜でなんとかなりませんかって話になっちゃうので、いやそれはやっぱりできるだけもうちょっと広いで、特に参加者がですね、その事業者だけだと、まあ、冒頭申し上げましたけど、どちらかというとその、農家とレストランと温泉で終わりみたいなですね、まあ、それがその健康ビジネスみたいなことを言われた時代が長かったんですけど、やはりそのお医者さんであり介護事業者と連携しながら、この中でこういうニーズがあるんだけどなんとかならないかっていうですね、やっぱりニーズに対してサービスを提供していく、まあ、どちらかというとですね、どうしてもその先にこういう野菜がありますだとかですね、先にこういうその温泉がありますから何か始めようというのが多いんですけど、やっぱそうじゃないねということをですね、これまでの取り組みで発見しましたし、一つだけご紹介させていきますと、そのこれ厚労省さんのですね、ガイドブックに入れていただいて非常にいい例だと思うんですが、寝たきりのおばあさんの要するに、まあ、望みというかですね、でどうしても叶えてあげられないって悩んでたのがですね、本当に寝たきりなんですけど、その死ぬまでに新婚旅行で行った南の島でもう一回泳ぎたいっていうですね、でこれは公的保険だけ見てる人からすると、いやおばあちゃん何言ってんのって終わっちゃうんですけど、でも実はこれ事業があります。で実際にその、まあ、特別な、まあ船というかですね、浮き輪のお化けみたいなやつなんですけど、それに乗っていただいてですね、やっぱりその、まあ、海に行っていただくと、それみんなもちろん付き添いがいるんですけど、こうしたものはですね、単発で考えると、それはお金持ちの話でしょってあるんですけど、こうした人たちのニーズが多いとですね、それこそ JTB さんというのをやっていただいてますけど、複数なればなるほどですね、実は単価ものすごく下がっているんです。まさに我々経済産業省の一番の大事なところはですね、いいサービスをより安い値段で提供していくと。最初はですね、お金持ちの話かもしれませんけど、品質も良くなり、サービスも良くなり、価格も良くなればですね、一般的に広がっていくと。どうしてもその保険だとですね、いくら使えますよというところから始まっちゃうんですけど、例えばそれは当然保険ではないです。ではないんですけど、例えばそのお金があるんだったらいいんですけど、じゃあ値段ならどうかなという人に対してもですね、そうしたものが出ていくと。これはやはりその実際の介護のですね、施設の方から出てるニーズ、これは外から考えたらやっぱ分からないというかですね、でそういったものをですね、ビジネスにしていくことによって、もっともっとこれ、いろんなことによって、もっと幸せになった上で、なっていただいた上でですね、まあ、人生を生き切るサービスがもっともっといるかなという、そんなことを考えておりまして、まさにそのサイズに応じて、大きければどういう、そういうニーズがあるでしょうし、地域限定のですね、この地域でしかは、そんなに遠く行きたくないよという人のためにはですね、この地域の公園となんとかだけでやりながら、ちょっとお金稼いで、どうですかと、そうすると認証もしますよって、それはまさにサイズとですね、まあ、それに応じたビジネスというふうに思います。取りまとめの時間が少しあるようなので最後のお話がありまして、まあ、ここでこれはもうコメントに近いお願いというか、ここで作られているものというのはこの、ヘルスケア産業協議会のように、まあ、ある意味では非常に地域のステークホルダーの皆さんと地域の課題を解決しようという、まあ、法的色彩の強い、それを踏まえた上の健康事業の延伸産業だと思うんですけど、まあ今最後にお話になられたように、私はかねがねこの関連っていうのはですね、この国のその高齢者を含めたいわゆる市場競争の消費財のサービスとしてですね、最も成長性のある分野だと思いまして、まあこれ従来のこの協議会の枠をさらに時とすると、これと
バッティングしながらですね、飛び越えながらその消費財としての産業を作っていただくということもぜひ経産省にはさんにはですねお願いしていきたくて、今の段階ではまあこういう全体での整合性というのはすごく重要だと思うんですが、多分私も年寄りに足を突っ込みまして、年寄りの生活支援に関しては非常に楽しい生活をどうやって過ごすかということの産業ニーズというのはですね、これ10兆円なんてもんではなくて、まあこれ医療介護で何年か後に80兆になるっていうけど、その 1.5 倍はそこらはですね楽に存在する、もう全く成長分野としてはそこにしか産業はないんじゃないかというぐらいのものを感じますので、ぜひ経産省さんらしい消費財としてのサービスをぜひ創出していただければという、まあ、年寄りのお願いでございます。はい、ありがとうございます。まさにご指摘の通り、私ども経済産業省がこの分野に関わらせていただいているのはですね、そうしたところの期待があるんだと思います。ただこれまでやっぱりこの仕事をさせていただいて非常に感じておりますのはですね、実はまあ、この国の資産の大半をお年寄りの方が持っておられるので、ぜひそういう方に使っていただくことによってという議論が多いんですけど、意外にお金たくさん持っておられるお年寄りはお金使われないんです。でこれは実際にそのお話をお伺いしてみるとですね、やはりその将来に対する不安で、特にですねまあ、これは話で分かったのはですね、やっぱりその目減りするだけの預金通帳を見ている方はですね、いくらお金持っていてもやっぱ使われないんですね。で今回私どもがですね、その緩やかに経済に参加するということを大事にしてますのは、ある調査でですね、自分の力で1000円稼げる自信がある人は8000円使うっていうですね、そういう、まあ、調査がありまして、私もちょっと個人的に経験してしまったことがありまして、やっぱりお年寄りの方がですね、その、まあ、道の駅かなんかでですね、まあ、ちょっとお金が稼げるということでですね、非常に喜んでですね、それ以上のお金を使う、これちょっとあんまりこういうところで言うことではありませんが、道の駅でですね、その2万円その売れたと大喜びしてですね、手伝ってくれた、まあ、ちょっと私の話なんですけど、母がですね、で私とですね、妻と息子に1万円ずつくれたんです、お礼だと言ってですね、で最初あれ間違いじゃないかと思ったんですけど、むしろその自分が稼げたことによって自信ができて、やっぱり持ってるお金を使いたい、それで人に喜んでもらいたい、で特にお年の方と話しているとですね、自分が楽しむために使うというよりは、やっぱりその家族だとか周りのために使いたいし、やっぱりそのありがとうと言われるということは、お年の方に非常に重要で、お金が稼ぎたいからやっているのではなくてですね、ありがとうと言われるついでに少しお金があると、そうするとまた自分のお金を使いたくなるという、このサイクルがやはりどうしてもいるかなと。だからお金があるから使うという若い頃の発想ではなくてですね、お年の方がやっぱり安心して自信を持ってですね、従来の社会活動に参加する中で、まさにご指摘のようにですね、産業が回っていく仕組み、まあ、それが結果的にこの認知症対策にもなるというところあろうかと思いますので、まあ、今回私どもその政府の事務局をやらせていただいているので、各種はやっぱり、まあ、総合戦略というかですね、いろんな方、これ経産省だけはダメで、まあ、厚労省さんのその公的保険の部分で支えながら、ちょっとだけはみ出してみませんかとかですね、場合によってはまちづくりだったら厚労省さんいりますよね、先ほどまさにアカデミアもそうですし、学校でちょっと学びませんかねって、そういう中で初めて厚みが出てくる産業かなと思っておりますので、引き続きまさにご指摘の通りですね、それが多分将来的には海外から見て、ああいう産業欲しいよねというふうになれるといいかなということで頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。もうほとんど雑談気味ですけれど、まあ、今の話でいうと、やはりなんか大学とか学びっていうのは非常に大事だと思うんですが、学びもなんか教育を消費するだけじゃなくて、やはり関わっていくって、高齢者が関わっていくことが極めて大事かなというふうには思いました。そういうような仕組み作りをぜひ期待しています。それだけです。いや、一点よろしいですか。まさにおっしゃる通りですね、教えられることだけではなくて、教えることの喜びって非常に強くございまして、これは東大の柏でやっていただいているものなんですけど、海外赴任経験のあるおじいちゃんにですね、学童保育で英語を教えていただくと、これはもう大人気でございましてですね、やはり今はどうしてもその親の収入格差、子どもの教育の格差というのをされてますけど、むしろそういうポテンシャルを持っておられるお年がたくさんいらっしゃってですね、そういう方々がむしろ若い世代を応援していただくことによって、本人も満足度が高いですし、また周りも幸せになる。特にお年寄りの施設をですね、保育園のそばに置くことによって、保育園をですね、お金をかけて警備員を雇うのではなくてですね、おじいちゃんを常にもう見ていただいているという環境の中で、やはりその、犯罪が起きにくいとかですね、見守りができる環境というのはいるのかなと。そうした役割も含めてですね、まさにその中で、おじいちゃんがその歴史を語ってあげたりとかですね、まさに子どもとの関係で役割を果たしていくと、
まさに広い目での教育というのは非常に重要かなと思います。ありがとうございます。あのまさにあの高度シニア期人材という、まあ、概念で、あのそれをどうやってあの生かして、まあ、その方々をどう生かすかという視点は極めて大事かなと思います。よろしいですか。ありがとうございます。茶の院お願いします。あのこれもコメントなんですけど、あの13番にあのソーシャルインパクトボンドという新しい考え方がありまして、まあ、あのイギリス等ではご存じのようにあの盛んにあの流布しているものですけど、まあ、なかなか日本でどういうふうにするのかなというのを考えてたんですけど、やはりこういうあの、まあ、非常に日本にとって重要なあの分野で、あのしかもすでに2つの市においてあの予算が成立したということで、これがうまくいってくださればいいなというふうに私も期待をしております。ぜひよろしくお願いします。よろしいですか、コメントさせてあって、あのせっかくご指摘いただきましたんでですね、これはあの実は私ども行政からすると非常にチャレンジングな取り組みでありまして、 なぜかと言いますと、どうしても行政はですね、予算を執行するということがある意味その目的になってしまっていてですね、これソーシャルインパクトボンドというのはですね、当初の予想を超えて成果が出た場合に節約された部分のお金でですね、その費用を払っていくというまあ考え方でございますので、当初からですね、ある程度予算を確定するかとかと成果報酬型の発想がないとですね、なかなかこういったものが受け入れにくいということがございます。でこれはもちろん今ご指摘のとおりイギリスで始まった、受刑者の社会復帰を応援するプログラムということなんですけども、実は私どもこの昨年のですね、昨年実証でですね、やっぱり認知症の方に活動していただくことによって、ないしはそのトレーニングとかですね、脳トレみたいなことをやっていただくことによって悪化しないということまでは分かりました。で分かったんですけど、あのどこの自治体もですね、ケアする予算で手一杯で、さらにそれにトレーニングする予算の追加できませんというのがですね、まあ、大体どこの自治体もそれでギブアップなんですけど、それにその部分の費用を民間の方から、特にまあ単純で眠っているとは言いませんけれども、そんな金利バリバリかあの稼ぎたいと思っているわけじゃないけど、寝かせておくよりは役に立ってねっていうので、まあ、やらせていただいて、で結果的に当初の介護費用が減った部分でですね、その原資及びその、まあ、うまくプラスになれば金利をお返しするし、うまくいかなければ金利の部分は諦めてくださいねと。でもやっぱり社会的に価値がある行為なので、まあ金利はいいですよ、だからソーシャルインパクトのボンドなんですけど、これをすると触りがですね、始められたかなと。で特にはこの神戸市さんと八王子さんにおいてですね、そういった議会決定をしていただくというのは非常に画期的なことでございまして、そうしたものができるとまさにその成果を見てその予算を考えるというですね、まあ、仕組みが始まるかなと。そしてあの先ほど申し上げましたけど、この国は金融資産はたくさんあるんですけど、なかなか運用先がなかったりとかですね、まあ、単純預金も含めて本当もっとポテンシャルが高いものをですね、だからといってものすごく売れる産業ではないんですけども、意味があるし、なんとか応援したいというところをですね、まあ、行政の際じゃない仕組みとしては私とも非常に期待しているところでございます。ありがとうございます。それでは取りまとめに移させていただきまして、よろしくございますでしょうか。貸し会員よろしくお願いいたします。それではあの予決の結果およびコメントについてご報告をさせていただきます。評価結果でございますが、現状通り2名、事業内容の一部改善4名となっております。代表的なコメントといたしましては、現状通りとされた方からは、健康寿命延伸産業の概念を定着させるためにも、その定義や内訳を示していくことが重要である。年々健康寿命延伸産業の市場規模は増加傾向にあり、適切な中間評価、事業評価が行われる。レビューシートのアウトカムにある健康寿命延伸産業の概念が分かりにくいため、レビューシートの根拠として用いた統計データ名出典の欄にデータの例示、例えば検診、アドバイス、健康食品などを行うべき。アクションプラン2016に大学の役割が入っていない、心身ともに健康を維持し社会とのつながりを持ち続ける仕組みを作るには大学の役割が欠かせないのではないか、また自治体の総合計画にプランを入力していくことも重要だが、自治体は毎年計画を策定しているわけではない、そのためより戦略的かつ具体的にどのようにどこにどうやって実施するか、大学や自治体を巻き込んだプランを再構築すべき。この事業全体の透明性及び事業を振り返って再構築する際のトレーサビリティを高めるべきなどの意見がございます。また事業内容の一部を改善とされた方からは、健康寿命延伸産業市場の拡大のためにも
業種別の分析を行うことでより効果的な事業を進めていくべき、医療関係者、自治体、大学、民間事業者とのさらなる連携強化、技術化を促し、全国的な視点に立って重点化すべきところにリソースを当てるべき。本事業は健康寿命の促進やあるべき医療費、介護費の実現という政策目的を含んでいると考えられることから、その影響も積極的に評価していくべき。本事業の予算規模に鑑み、事業における地域コミュニティの活性化と目標とする健康寿命延伸産業市場10兆円との関係性が分かる補助的な成果指標の導入を検討していくべき。健康寿命延伸産業創出に向けビジネスモデルを示すことで10兆円産業を形成する道筋をつけていくべき。健康寿命延伸産業の拡大も重要だが、医療費削減に向けたアプローチの視点も重要である。事業者による事業の成果が適切になるよう外部も含め評価を実施し、事業の見直しができる体制を構築していく。健康維持のためにすべき包括的なアプローチはかなり標準化し得ると考える。それに対して地域の特性産業等をいかに工夫して活躍するかが求められていると思うので、類型化した上で横展開が必要ではないか。ヘルスケア産業事業基盤整備、ヘルスケアサービス創出支援事業はいずれも事業終了年度である平成31年には国の事業としてではなく民間自治体が行えるような形に移行していくことを目指して事業を遂行していただきたい。横展開を視野に入れ、これまでの事業を踏まえると実証事業分野を絞り込むことが必要なのではないかなどの意見がございました。また1名の方から本事業を強力に推進すべきという意見がございました。強力に推進すべきとされた方から、横展開に関する広報活動がしっかりと機能している、国の財政を考えると推進すべき事業と思われるということでございまして、これは最初の評価結果は6名ございますが、重複して1名の方が推進すべきというコメントをつけておられると思います。以上の評価結果及びコメントを取りまとめまして、評価結果といたしましては4名多数ございますので、本事業は事業内容の一部改善を行うこと、でその上で事業を強力に推進することということになります。あ、そうですけど、今の最後のコメントはちょっと少数意見でございますので、コメントといたしましては本事業は事業内容の一部改善を行うことというふうにさせて、で以上は評価結果でございますけれども、論点別にもう一度重複しますが、改善策を検討していただきたいということで述べさせていただきます。健康寿命延伸産業の概念を定着させるために、その定義や内訳を示していくことが重要である。医療関係者、自治体、大学、民間事業者とのさらなる連携強化、自立化を促し、全国的な視点に立って重点化すべきところにリソースを当てるべき。客観的な中間評価、自己評価がなされているかということに関しましては、本事業の予算規模を鑑み、事業による地域コミュニティ活性化と目標とする健康寿命延伸産業市場10兆円との関係性が分かる補助的な成果指標を導入を検討していくべき。実証成果が横展開できていますかということに関して、論点に関しましては、健康寿命延伸産業創出に向けビジネスモデルを示すことで10兆円産業を形成する道筋をつけていくべきというコメントをつけさせていただきました。以上、評価結果及びコメントに関しまして、追加すべき点とご意見ございますでしょうか。よろしいですか。それではご意見内容でございますので、評価結果に関しましては、事業内容の一部改善ということで、各面等のコメントにつきましては先ほど読み上げさせていただいたので確定です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で4コマ目のセッションを終了させていただきます。どうもありがとうございました。
またこの授業をもちまして本日ご披露いただく4テーマが終了いたしました。引き続きではございますが、6月13日の火曜日でございますが、エネルギー特会の4テーマにつきご議論いただきたいと思っております。本日は長時間にわたりご審議いただき誠にありがとうございました。これで終わらせています。ありがとうございました。